はあ、今回からマインクラフトをやっていくわけだけど、僕は友達がいないから一人でエンダードラゴンを倒さなくちゃいけない。ああ、虚しいな。一人で倒せんのかな。ああ、こんな時に仲間がいればな。でも友達いないし。あ、あんなところに強そうで、しかも可愛い女の子がいる。デュフ、俺は仲間にするしかないでござる。おなご殿、一緒に旅をするでござる。仲間になってほしいでござる。お願いでござる。どうも皆さん、こんにちは、ピクトです。というわけで今回からですね、新しいモッドを入れてマインクラフトの実況プレイやっていこうかなと思います。ってことでですね、今回まず入れたモッドなんですけども、グリモア・オブ・ガイア3というモッドをね、導入しました。このモッドを導入するとですね、なんとですね、マインクラフトの世界に可愛い女の子がね、追加されるんですよ。で、そのバイオームとか、なんかいろんな場所に、女の子のもの、まあ、女の子だけじゃないんですけど、まあ、いろんなモンスターが追加されるんで、そのね、モンスターを、まあ、全部、見るっていうのを目的に、今回やっていこうかなと思います。ちなみにね、まあね、女の子だけじゃなくて、普通のね、怖いモンスターもいるし、なんだっけ、武器とかも、なんかいろいろアイテムとかも追加されるんで、それもね、まあいろいろ紹介できたらいいなと思います。そしてですね、他にも入れてるモッドがあるんですけども、まあ、前回の匠クラフト同様、オプティファインとダメージインジケーターを入れて、あとですね、僕はですね、抜かりがないので、キュートモブモデルスをね、入れてしまいました。キュートモブモデルスっていうのは、普通のマインクラフトのモブをですね、まあ、女の子にしちゃうっていうね、もうね、女の子尽くしですね、うん。もう癒される実況をね、今回はやっていこうかなと思ったんですけど、ちょっと僕の声がマイナスになるんで、まあ、むしろ不快になるかもしれないですけど、それはごめん。それはごめんね。ってことで、ワールド名何にしようかなと思ったんですけど、なんかもう、無意識に可愛いって言ってたわ。可愛い。可愛い女の子にやられたい。ド M か。ド M か。まあいいや、可愛い女の子にやられたいっていうワールドでやっていこうかなと思います。で、ワールドタイプはデフォルトで、ボーナスチェストはオンにしましょう。はい。ってことで、まず早速ね、どんなワールドに出てくるか、孤島とかやめてよ、絶対。オッケー、よかった。振りじゃなかった。振りじゃないですよ。まあそんな感じでね、とりあえず、早速もういるよ、これ。もういますよ、女の子が。あ、これバージョン大丈夫だよね。ノーマルになってますね。はい。こんな感じですね。このワールド入ると、もうね、天国。なんかこのね、モッドのね、ウィキを見たらなんか、魔物娘図鑑を元にした可愛いモンスターって書いてあって、魔物娘図鑑ってなんだろうと思って、魔物娘図鑑なんだろうと思って調べたら、まあ、若干ね、ちょっとエッチな内容だったんですけど、はい。まあ、それを元にね、女の子が追加されているらしいです。ってことで、こういうのはね、いろんなバイオームで、なんかバイオームごとに違うモンスターが現れるらしいので、それをね、探していきたいと思います。ちなみに今ね、襲われてないんですけども、どうやら、追加されるモブには3種類、属性がありまして、パッシブ、アグレッシブ、ピースフルっていう3種類があって、多分今この出てるモンスターたちはパッシブなんですけども、パッシブはですね、なんだっけ、ネザーにいるさ、ゾンビピックマン、あれと一緒な感じで、こっちから攻撃を仕掛けない限り、攻撃をしてこないみたいな感じのね、属性らしいです。で、アグレッシブはもう完全に敵です、もう。もう近くに来た瞬間、もう攻撃されるみたいな、そういう感じでね、攻撃されるモンスターもいます。で、ピースフルはもう何しても攻撃されないらしいです。ピースフル、まだよくわかんないんですけど、とりあえず、まあね、最初は材料を集めたりして、ちょっとさ、一回攻撃してみたいよね。かわいい。これ名前なんて言うんだろう。なんか左側に、英語で名前書いてあるんだけど、正直わかんないんだよね。ってことで、今回はですね、ウィキペディアを、まあ、モンスターが出るたびにちょっとね、見ながらね、いろいろやっていこうかなと思います。はい。これ多分ね、確かね、ちょっと、実況始める前に見たんですけど、確かこれね、名前が違うんですけど、一応ケンタウロスってわかりますかね。こんな感じで、馬と人間が混ざったケンタウロスなんで、まあ名前は違うけど、ケンタウロスです。はい、俺ケンタウロスめっちゃ言ったな。とりあえずまあ、最初はね、材料集めて、とりあえず、なんか木の剣とか集めてさ、攻撃してみようぜ、一回。絶対もうなんか、弓エンチャントしてるし、殺されそう。あとなんかもう一個説明してなかったんですけど、なんかモンスターごとにレベルがあるらしくて、レベル1、2、3があって、レベルが高くなればなるほど、なんか相手の
相手がのけぞりにくくなったり、普通にね体力がめちゃくちゃ多くなったりみたいなのもあるらしいです。だからまあね、多分ダメージインジケーター導入してるから多分わかると思うんですけども、体力が多ければ多分レベルが高いってことで、まあね強いってことがわかると思います。だと基本的に、女の子から攻撃されるとなんかデバフスキルがついているらしくて、移動速度低下とかがだいたいつくらしいので、まあ、なかなかね結構可愛いモンスターばっかなんだけど、意外とね意外と鬼畜なモッドなんじゃないかなって僕はね若干思ってるんですよ。ってことで、まあ、頑張ってねやっていこうかなと思います。ってことで、さっさとねさっさと木を集めましょう。ってことでですね、ここは松の木があるから、まあ、森林扱いなのかわかんないけど、ドリアードがいますね。うわ、かわいい。ドリアードだ、木の妖精だ。めっちゃかわいいんだけど、すげえ、仲間にして連れてきて。うわー、なんか俺もう終始この実況してるとき、顔ニヤニヤしてんだけど、キモオタかよ、マジで。いや、キモオタなんだけど、キモオタなのは変わりないんだけど、やべえわ。この実況見たら、マジコメントでキモオタ変態死ねって書かれそう、めっちゃ。めっちゃ書かれそう。ちなみに死ねって書くと、なんか、なんだっけ、スパムだと間違えられてコメント見えなくなっちゃうんで気をつけてください。やべえ、チャンネル登録者5万人ぐらい減るわ。やべえよ。やべえ、ちょっと肝を出す隠していくわ。え、ちょっと待って、ま、何それ、何それ、え、ちょっと待って、今、石集めようとしたらなんか殺されたんだけど。デュラハン?デュラハンってさ、かっこよくね?え?うわぁ、もう最悪だよ。あっちの方まで行くのだる。あ、ちなみに地下にも、地下特有のモンスターがね、いろいろ追加されるんですけども、地下の場合はですね、バイオーム関係なくどうやらね、どこにでも、地下だったら、湧くらしいです。つーか結構、だいぶ明るいとこにいたけど、デュラハンとか言ったら、デュラハンって、怖っ。うかつに、うかうかしてらんねえ。うかつにうかうかしてらんねえってよくわかんねえな。同じこと2回言ってる気がする。あ、いた。あ、ゾンビもいる。あ、ゾンビ可愛くなってる。攻撃しづれ。攻撃しづれ。こっちからちょっと、デュラハンがいるんじゃないか。いた。え、怖い。ちょっと待って、怖い。ちょ、待って、体力多くね。40、普通なのか、40って。やばい。生首なんだけど、ちょっと。超生首なんだけど、とか、そんなこと言ってる場合じゃなくね。ちょ、アイテム回収しようぜ、とりあえず。今、こっち側行けば、デュラハンいなくて、ゾンビしかいないから、まあ、ゾンビだったら、最悪なんとかなるだろうと思って、デュラハンに先回りさ、いて、ちょっと待って、デュラハン、待って、デュラハン、いや、それはそれはダメだ。可愛い女の子にやられるなら、本望出せ。いや、なんでもないです。真面目にやります。あ、ちょっと待って、今、デュラハンに攻撃されたんだけどさ、デバフスキルついてるわ、今。移動速度低下がついた。よし、でもそんな時間長くないっぽいな。とりあえず今、ゾンビしか、なん、待って、デュラハン2体いんの?まさかのデュラハン2体だ。ちょっと待って、俺は、石の斧で戦うぞ、俺は。ちょっと待って、ごめん、今画面、うわ、なんか違うの出てきた。いや、幽霊。ちょっと待って、戦え。え、ちょ、強っ。強っ。ちょっと待ってくれ。このモッド鬼畜なんじゃないか、意外と。やーべえ、鬼畜なんだけど、アイテム集めらんねえから、もうあそこに行くのは予想。うん。ボーナスチェストの意味が何にもなくなったんだけど、どこがボーナスなんじゃい、ほんとに。手ぶらだったからいけないんだ。俺は木の剣で戦うぞ、デュラハンと。こう、離れつつやれば、倒せんじゃないの、普通に。匠クラフトで培った、この戦闘能力。はい。あ、意外と弱いぞ。あ、デュラハン意外と弱い説ある。よし、やった、勝てるこれ。これは、お、来た実績解除、モンスターハンター。ててガチのモンハンじゃないけど。で、これで、うわ、ちょっと待って、まだいたのか。なんか特有のアイテムは落とさなかったっぽいですね。このモッド特有の。なんか、このモッド特有のアイテム欲しいなと思ったけど、デュラハンからはドロップしないのかな。で、さっきのさ、幽霊みたいな何者だったんだろうか、本当に。ゾンビちゃんも可愛いね。ゾンビが普通に可愛いんだけど。あの幽霊はまたなんか、後々のサムネとかにしたいんですけど、何なんだろうこれ。ちょっと、一回戦って、待って、体力多くね ?80 ある。8、いや、燃えた。ちょっと待って、やべ、こいつやべえやつだ。ちょっと待って、いや、ちょっと、あ、さよなら。
ですね、ウィキペディアで調べたところ、なんかここは山岳バイオーム扱いになってんのかな、なんか山岳バイオーム扱いっぽいらしくて、デュラハンとあのバンシーっていうあの幽霊みたいなやつは山岳に出てくる、敵らしいです。で夜に現れるらしいので、多分洞窟で暗くなってるから、まあ、一緒に出てきたみたいな感じかな。日光でね、ダメージ食らうらしいんですよ、あの幽霊は。だから外出れてれば、うわ、もう夜な、完璧に夜になった。で、しかもこいつなんか能力で、なんか燃えるのと、なんだっけ、雲の巣みたいな、なんか雲の巣も出してくる疑惑もあるんですよね。よいしょ、ちょっと待って、はい、ちょっと待って、こんな序盤から強いモンスターと出会うとは思ってなかったんだけど、倒せる、オッケー。よし、倒せた。ああ、でもなんか、ドロップアイテムはなかったっすね。なんか、レアドロップとか、その、通常ドロップみたいな感じで、なんか、稀にしか落とさないアイテムとかもあるらしいです。それでなんか武器とかも作れるらしいので、まあ、それもね、後々集められればなってな感じで、パート1は、まあ、これぐらいで、パート1はまあね、あんまり進まなかったんですけど、普通のスケルトンだった。まあ、次回からね、またいろいろな女の子を見ていこうかなと思います。ってことで、パート1、ただやられる様を見るだけという動画なんですけども、次回もよろしくお願いします。では、ジャネバイと言いたいところなんですけども、果たしてこれは寝れるのでしょうか。作業台あっちに置いてきちゃった。寝てから終わろう、一回。寝て、なんか、綺麗に朝を迎えて、パート1終わって、次回パート2行くみたいな、そういう感じで行こうぜ。よし。はい、寝る。おやすみなさい。いやー、よかった。なんとか、いや、3回殺されたけどね。うん。なんとか朝を迎えられましたってことで、次回もよろしくお願いします。なんか、バイオームとかさ、なんかいろいろ行くの大変だから、なんか地図モッドとか、僕あんまよくわかんないんですけど、おすすめの便利モッドとかあったら教えてください。では、ジャネバイ、なんでカメラ戻したんだろう。ジャネイ。最後までご視聴いただきありがとうございます。ぜひチャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。それでは、じゃねばーい。